365系ネットワーカーエクスプレスはイギリスの電車である。ネットワーカーファミリーの一員としてイギリス国鉄祭末期の1994年から1995年にかけてアブのヨーク工場で製造された。1990年代前半、国鉄のうちロンドンを中心としたイングランド南東部を担当していたネットワークサウスイーストでは ネットワーカーファミリーの車両の導入が進んでおり、直流電化区間用としては四百六十五系、四百六十六系ネットワーカーが、非電化区間用としては百六十五系、百六十六系ネットワーカーターボが実用化されていた。さらなる派生型の開発も行われており、このうち三百七十一系、三百八十一系ユニバーサルネットワーカーは、 硬直療用電車であった。しかし、予算不足により開発は進まず、1992年には代わりの車両が必要となったため、465系1本を改造して試験を行った上で、4両編成の硬直療用電車41本の調達が決定された。365型は硬直療用電車とされているものの、 交流電区間と直流電区間を直通する運用についたことはなく、終電装置も基本的にパンタグラフと終電靴のどちらかしか装備していない。365,501編成から365,516編成までの16本はロンドン南側の直流電区間向けとして製造され、終電靴のみを装着していた。これに対し、 365,517編成から365,541編成までの25本は当初から交流電化区間のグレート、ノーザンルートで使用されており、これらはパンタグラフのみを備えていた。2004年には全車すべてがグレート、ノーザンルートへ転属したが、この際パンタグラフの設置と同時に終電物が取り外されている。この工事は、 ボンバルディアトランスポーテーションによってドンカスター工場で行われた。なお、この他にも365,500に編成が落成後の試験と2002年から2003年にかけての短期貸し出しで交流電化区間を走行している。最高速度は終電靴使用時には90マイルパーアワー、パンタグラフ使用時には100マイルパーアワーである。交流電化区間での走行時においても 終電された電気は一旦直流に変換された後、参照交流誘導電動機を駆動するため交流に逆変換される。編成中の機器構成は以下の通り。ブレーキ方式はディスクブレーキに加え発電ブレーキが採用されている。また、ネットワーカーファミリーの共通仕様として、空転防止装置がすべての車軸に取り付けられている。車内設備としては、 LED 式の車内案内表示装置が取り付けられているほか、自動放送装置も備えられている。全面デザインは当初4 6 5百4 6 6系、系同様のものであったが、乗務員室への空調設置のため変更された。365型は国鉄の他の車両と異なり、国鉄が所有権を持たず、リースによって使用していた。ほどなくして行われた。 国鉄民営化では、車両リース会社のエバーショルトレイルグループが、国鉄の代わりに365型を借り、列車運行会社にまた貸しするという方法が取られる、ことになった。しかし、2019年8月には、当初のリース契約の条文に基づき国有化される、ことになり、以降は、運輸省が、子会社を通して所有している。 コネックスサウスイースタン365,501、編成から365,516、編成までの16本は、ロンドンから南東方向に伸びる直流電化路線向けとして製造された。1本目は1994年11月に納入され、1995年6月15日に試験を開始、民営化によって、 コネックスサウスイースタンが営業を開始した1996年10月13日に初めて営業運転を行ったが安全性の証明が遅れたため本格的な運用入りは1997年6月16日となった2002年8月から2003年1月までポッターズバイダス線事故による車両不足を補うため 365,500に編成がウェストアングリアグレートノーザンへ貸し出された。列車運行会社の交代により2003年11月にサウスイースタントレーンズに転属した。2004年にはすべての編成がウェストアングリアグレートノーザンに転属した。ネットワークサウスイーストファーストキャピタルコネクト365,517。 編成から365,541。編成までの25本は、キングスクロス駅を起点に、ピーターバラやキングズリンまでを結ぶ交流電化の、グレート、ノーザンルート向けとして製造された。1996年12月9日に、国鉄ネットワークサウスイースト部門の下で、営業運転を開始、1997年1月の民営化では、 ウェストアングリアグレートノーザ山に引き継がれ、1998年7月に全編成が出揃った。乗務員室への空調設置に伴い、2001年から2002年にかけて全面形状の変更が行われた。2002年5月、365,526編成がポッターズバーダス線事故を起こし、廃車された。これを受け、 2002年8月から2003年1月までコネックスサウスイースタンから365,502編成が貸し出された。2004年には317型をテムズリンクに転属させるためサウスイースタントレインズから365,501編成から365,516編成までの16本が転入した。列車運行会社の交代に伴い 残存していた365系、全40本は2006年4月にファーストキャピタル、コネクトに転属した。2014年1月には、ボンバルリアトランスポーテーションによる改装工事を受けた編成が営業運転を開始した。同年9月、列車運行会社の交代により、コビアテムズリンクレールウェイに転属した。387型及び700系の導入により、 365、ガタは2017年にオフピーク時の運用から撤退した。ゴビアテムズリンクレールウェイはピーク時向けとして21本を維持し、保留車となった19本はイーリーで保管された。2018年6月には校舎のうち10本がアベリオスコットレールに転属した。残る9本はノーサンプトンのキングズヒース車両基地を経て同年9月に クルーへと移動した。なお、2016年時点の計画では21本がグレートウェスタンレールウェイに転属することになっていたが、これは387型が新造されることになり、中止された。2021年5月15日、365型はゴビアテムズリンクレールウェイでの運用を終えた。スコットランドで列車を運行するアベリオ、スコットレールでは、 2018年4月から1年間385系の導入遅れによる車両不足を解消するため10本の365型が借り入れられた。これらは2018年6月23日に営業運転を開始し2019年4月の運用終了後は他の365系同様レールオペレーションズグループによってクルーで保管されている。 コネックスサウスイースタンは以下の編成に相性を与えた。これらの相性は後に解除されている。また、ファーストキャピタルコネクトは以下の編成に相性を与えた。これらの編成には乗務員室扉の後方にピンク地に相性を印したステッカーが貼り付けられた。ほとんどの編成において、グレート 農山塗装への変更時に相性が解除されたが、一部については背景色を明るい青色に変更した上で再掲示されている。ありがとうございます。